平野紫仕様のファッション界での躍進260万円エルメスコーデがファンを魅了。日本の人気アイドルである平野仕様が最近のファッション界で注目の敵となっています。彼は最新のエルメスコーデをインスタグラムで披露し、その価格に驚きの声が広がっています。この記事では平野紫仕様のファッションについて詳しく掘り下げ、 彼のファンを魅了し続ける要因を明らかにします。ルイ・ビトンコーデの話題。9月18日、平野耀は自身のインスタグラムで全身ルイ・ビトンコーデを公開しました。このスタイリッシュなコーディネートはファッション愛好家やファンの間で大きな話題となりました。彼はデニムシャツ、パーカー、デニムショーツ、スニーカー、そしてビトンのミニバッグを着用しており、 その総額は驚異の120万円を超えました。公式オンラインショップを見ると、平野が着用したアイテムが一瞬で売り切れとなり、SNS 上では彼のファッションセンスを絶賛する声が多く聞かれました。ファンからのコメントには、次のようなものがあります。久しぶりに仕事モードの顔してる潮君を見た気が、する伝われやっぱり最強最高だわ待って。潮君。 バック売り切れてたんだけど、検討の余地なく売り切れもう平野んさすがだよ。簡単ふ。平野仕様さすがだよ。簡単ふ。ほんと最高かっこよすぎだしそれにしてももう売り切れって皆さんのスピードにも財力にも驚きなん。だけど、ルイ・ビトン愛を示す平野仕様。 平野の仕様のルイ・ビトン愛は広く知られており、以前にも同じブランドのアイテムを身につけて話題になったことがあります。彼は7月に自身の所属する事務所での生配信に登場し、全身ィトンのスタイリングで登場し、総額120万円を超える高級アイテムを披露しました。その際にも一部商品が完売し、彼のファッションセンスが注目されました。 さらに、ファッション誌、エルジャポン、11月号で、平野紫用が初めて登場し、表紙を飾ることが発表されました。この特集では、彼がビートンを着用したファッションポートレートが掲載されるとのことで、彼のファッションアイコンとしての地位が確立されています。エルメスコーデの登場。さらに、9月19日には平野紫用が、 インスタグラムでエルメスの260万円を超えるダフルコートを着用した写真を投稿し、話題になりました。この高級なアイテムについて、彼のファッションセンスと宣伝されたスタイルが再び注目を浴びました。芸能記者は、平野さんのファッションセンスは凄まじい影響力を持っており、これからますます活動を広げていくでしょう。とコメントしています。彼のスタイリングは、 ファッション愛好家やファンにとっては嬉しい驚きとなっています。結論。平野仕様は、そのファッションセンスと高級ブランドアイテムへの愛情から、ファッション界で注目の存在となっています。彼のファッションコーディネートは、多くの人々にインスピレーションを与え、高級ブランドアイテムの魅力を再評価させています。今後の彼のファッション活動に、ますます期待が高まります。